はい、ということでね、快活クラブを出て、まあ、また、さっきの、昨日の、出てきた傘のいいところですね。まあ、朝なんでこっちの方が工程分かりやすいじゃないですかね。傘の井の方行きたいと思いますよ。でそこからまたね、動画の企画のスタートってことですね。まあ、時間も時間ですから、ちょうどね、実はこの笠の井っていう駅、今から向かうね、ここがね、俵本の隣なんで、もうこのままね、俵本線とかあっちの方もね、行っちゃおうかなという予定でおります。本当は俵本線の方にちょっと昼間に行きたかったんですよね。ちょっと食べに行きたいとこがあったんでね、まあまあそのあとまた4時から寄りましょう。入手しようがね、もう関係ありませんからね。これが国道24号線なんですね。24号線ってことはここは通ったことあるのか。前は24号やったら通ったことありますね。ああ考えてみたら、そうか、桜井とか行ったことがあるんで、あそこ行った時に多分通ってるんですかね。よっしゃ、まさか歩くとは思ってませんでしたけどね。この辺りを言うて、やっぱ朝はね、だいぶ冷えますよ。よいしょ、まあ、特に奈良の方はね、朝方の冷え込みが激しいですからね。京都もそうですけど、さあ、油かぶれてなってますけど、これ私の手がぶれてるんじゃないですからね。写真が思いっきりぶれてますけどね。まあ逆に気になりますね、確かに。先の交差点を曲がってもいいのかな。今ここ曲がりましたよね。で多分曲がってこのまままっすぐ行った方がいいのかな。でもそのまま踏切渡っちゃうようなところでもいいかもしれません。朝採り野菜いいですね。採れたて新鮮野菜やってるみたいですね。地産地消ってことでね、もう野菜いっぱい並んでますね。まあ、農家さん早起きですからね。この時間に起きとったら大遅刻ですよ。よいしょ、 あとはあれですね、チケットをね用意しとかないと。あ、ここなんかも桜咲くんでしょうね。これはソメイヨシノかな。それっぽい花がついてますよね。あ、花じゃない、木の枝がね。すごいですね、カモが泳いでますよ。いやー、我々あんな泳ぎ方したらこの真冬にもう、だって霜もついてますもんね、この辺りとか。うわ、確実に死にますね。あ、でもこれどうなんだろう、まっすぐ行かない方がいいのかな。よっしゃ、昨日はちなみにこの道でずっと行って、昨日手前のとこからねストンと行ってましたけど、まっすぐでは道はないのかな。あら、電車が来ちゃいましたね。特急列車だからね問題ないんですけど、これ確定やったらどっちにしろ時間かかりますね。その時は機関散歩やってもいいかもしれませんね。俵本の駅まではね近いはずなんですよ、ここから、ちょっと散歩があってら歩いてもいいかもしれませんが、お、列車は急行かな。お、普通列車京都行き、ということは、残念ながら、
今この列車にね、その先になる駅にね、私の方は先につけるはずもありません。残念ながら、私は頑張って、田原本駅まで歩くことになりそうですね。ちなみにね、空はね、雲一つない青空ですね。いやー、言うて晴れ降ってますからね。まあ、お前雨の日やったら出かけがにある撮影せんとくね。そうそうそう、それもそうなんですけどね。さあ、この横から行ったら行けるんじゃないかな。歩きですからね。この先続くのかな。よし、お行くよ。これは梅の木ですかね、多分。よっしゃ、この辺りもだいぶ霜がついてるの分かりますかね。いや、朝、今朝方やはり相当冷え込んだんですね。幸いまだ氷も張ってないみたいですけどね。いや、張っててもおかしくないような寒さでしたけど。よっしゃ、朝もっと早く起きてればもしかしたら、氷張ってたかもしれませんね。どうでしょうね。この時間に張ってなかったら大丈夫なのかな。さあ、駅車側が行き違ってますけど、駅はね、もうちょっと先、もうちょっと先ですから ね、 なんかね、駅前という距離ではないんですよね。まあ、歩いたらまあまあありましたってね、あのお店の方とも言ってた、そうですよねって、いう会話をちょっとしてましたけど、やはり今でもね、店のコンセプトとしては労働店舗、郊外型店ですからね。実際、マイカーのね、車で用の方がたくさんでしたね。駐車場はもうほぼ満車と、第一駐車場の方なんかはもう本当に満車でしたね。この外曲がったところでバッテリー切れちゃいましたね。まあ、昨日ぐったくったあと2時間ぐらい回してましたからね、部屋の中で。さあ、これは宮の森幼稚園かな、そんな感じですよね。遊具とかもねありますし、綺麗な幼稚園ですね。保育園ってなってますね。宮の森保育園、そこですね。あ、きれいかな。多分この道をスルッと行ったら、例の笠縫いでしたっけ、に着くはずなんですけどね。ね、土曜日ですけど、ひっきりなし、あ、日曜日ですけど、ひっきりなしに電車来ますね。それにしても、ね、いい天気です。まあ、これからは雨が降るかな、なんてね、心配もね、見渡す限り、全く雲がないですからね。いわゆる快晴というやつですね。快晴は何でしたっけ、空を見上げた時に、9割以上、雲が1割以下やったら快晴って言うんでしたっけね。もう今回の場合は完全に0割0分0人ですよ。パーフェクトですね。さあ、なんて話をしとったら、この先かな。急行列車が通過してきますけど、すごいですね。本当引き出しに来ますね。そうですね。この辺りも何でも記念車休みですね。はい、でこれで駅とですけど、次来るのは特急ですね。ガンガン駆け抜けていきます。ここも安いですね。オール100円、あ、ペットボトルも100円じゃないですか。ワンコインドリンク100円からとは書いてないですね。
100円としか書いてない。なるほど、確かに看板に偽りなしですね。いいですね、駅前にこんな言いやすいのがあるとね。あ、ちなみにね、笠原神宮から先はね、これで分かりますかね、線路の幅がやっぱり標準地ですから広いですね。昨日はずっとね、何やかんやと南大阪線とかの方乗ってましたしね。で、こっちからはホームに入ってないんで、ぐるっと回ってホームに入るという形みたいですけど、この辺りは1日600円まあ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 ありますね。で、俵本町立、俵本町立かな、俵本町、笠見駅前電車駐車場そうですね、駐輪、いろいろな駐輪禁止施設もあるんですね。次の電車も行ってみましょうか。あれ、効果って言ってましたけど、大事ね。まあまあ、大好きなものとかやったら出ますけどね。ビッグポストなんてあるんですね。あ、これはあれですね。普通に図書館の返却がここでできるんですね。これは便利ですね。あ、もしかしたら伊勢中川のもそういうやつなのかな。それだったらその旨書いてないときおかしいですよね。今7時35分、17時35分ですから、京都行き、あ、37分、あ、じゃないな、26分も行って、次は、あ、でも42分に最大時期が来るんで、これ乗ってしまえばいいですね。よし、向こう側の会社とありましたけど、ここから連絡もできるんですね。八木方面、柏原神宮の方に、音楽は、なぜ蛍の光なんでしょう。一日が終わる感じですね。こっから流れとるんよ。一日が終わるって感じですね。なんなんでしょう、この音楽は。なぜ蛍の光が朝から流れるんでしょうね。ということですので、もう私も全く目しか見ませんかね、お悔やみ申し上げますと、そういうことですよね。もうですので、蛍の光が流れてたんですね。朝からあれなんですね、朝にそういう、ね、町内の、告別式の、放送とかが駅の構内で流れるんですね。
これはびっくりしました。町の、そういった、サービスというんですかね、みたいですね。まあ、今日は多分たまたまお悔やみ情報だったということだと思うんですけど、多分町のイベント情報とかをお知らせするのに、もしかしたらもう、ね、あの普段はもっと明るい音楽でピンポンパンポンとかで、ね、やるかもしれませんけどね、まあ、内容もね内容だということでね、こういった放送になっとったのかなと、何せ初めて聞きますんでね、予想しかできませんけど、いろんなサービスがあるんですね。ここは、奈良県、田原本町のね、笠野駅ですね。まもなく2番線に電車が参ります。危険ですから黄色い線までお下がりください。大和西大つないだ河原元です。